お話ってこと。いいですか。あの正面に見えるのが、上ノ月町の、長島っていう島なんですけど、それの一番端っこの岩井島側に、田の浦っていうあの湾があって、ここから 3.8 キロの距離にありますけど、そこの湾に上ノ関の原発を2基建てるという計画が今あります。아여기앞에보이는그저기장소가바로그원전을건설할그예정지로돼있고여기서부터약 3.8 km 떨어진곳이라고지금얘기를하고있습니다아そこの湾は、かなり海底の方から割れ目がいっぱいあって、そこから山からの伏流水が、まあ、水がな湧き出てるんですね。それによって透明度がすごく高くて、で冷たい水が確保されてて、はい、だからかなり瀬戸内海の中ではめちゃくちゃそのままずっと昔のままが残ってる海域なんですね。저많은그물이바닥에서도솟아오르고그래서여러가지그동식물들이지금있다고합니다그래서여기는뭐이저해협에서는여러가지그동식물들이지금서식을하고있다고이렇게얘기를합니다그러니까この辺りの이런나대학의선생とか人たちが研究を重ねてるんですけども瀬戸内海が今かなりこうコンビナートとかで汚れてる中で、唯一この海域だけが素晴らしくこう種を残してる。これからまた瀬戸内海を再生していくのに必要な場所というふうな認識の上で今調査がいっぱい行われてるんですけども、これ이곳에여러대학연구자들이와서조사를저해봤더니여기는아주이세토라이카이에서는아주아주귀중한그런작물저생물들이여기서있다고지금도많은연구자들이지금조사를하고있고그렇게지금세계에서아주드문곳이라고이렇게얘기를합니다그래서ずっと今32년前からあそこに上ノ関の原発を建てるという計画が浮上してきて、であそこの湾を半分以上埋め立てて、その上に建てるということになってるんですね。で、岩井島の人たちはもうあそこの海を埋め立てること自体がここの海域の生態系を完全に壊すから、それもやめてくれっていうしてずっと反対運動を続けてきてます。32년전에부터여기가지금원전을저거건설을하려고해있지만은여기는저바다우에그이기때문에위험해서안된다그래서계속해서지금이곳저거주민들이반대운동을하고있다고이렇게얘기를하고있습니다그럼막海の浅瀬っていうのは海水を浄化したり、それから卵が孵化したり、から小魚が成長したりする大事な場所じゃないですか。だからそういう場所であるとこをもう埋め立てること自体がもうダメだという考え方のもとで僕たちは反対してるんですけども、それプラスそこに原発が立つと今度は温排水の問題とか核のゴミの問題とかいろんなものがもう今現実に日本中とか世界中で起きてるわけですよね。はい、それが起こるのを私が기억을이지역에서는많은그새담하고알알들이많이있답니다그많이있고그다음에여기는그래서여기는귀중한그지역이고그래서여기주민들이여기는그원전그발전소짓는것이안된다고계속해서지금반대운동을하고있는중이랍니다だからそういうもんにプラスして世界中で起こってる核のゴミの問題とか温排水の問題とかが分かってて立てるなよっていうのが、まあ、僕らが思っていることなんですよ。はい、でそんなことも
今立ってるのももうやめてくれと。はい。もう이곳에그저기원전이저기건설이되면은많은그쓰레기같은것들이생겨나기도하고이런것때문에뭐여기주민들은그런것조차도저거허용을하지않아서지금반대를하고있다이렇게얘기를합니다だから日本だけじゃなくて韓国も近いですよね。だからお互いが影響し合うわけですよ。どっちがどうなってもお互いに影響があるというようなものだから一緒になってみんなでやめましょうよと言いたいですね。あ、여기다원전발전소를만들게되면은여기가까운한국하고모두가다피해가되기때문에이것은그한국이나여기일본이나이거저거원전건설을하면안된다라고지금얘기를하고있습니다거주주민은얼마나되는지좀물어봐주세요어이와이시마대그진코가낳는거라지금400人弱ですね400人弱390人ぐらいかな그한사약400명정도가여기주민들이지금살고있다고합니다예이와이시마섬에는주민이어느정도아약400명정도이섬에이와이시마섬에예 이곳섬에저쪽그예정지에는요저겐바츠建設する予定地は住民はいますか？いらっしゃってます。いないですね。ああの山の向こう側、こちらとこ。ああ、こう예정지에는저기사람이없답니다。저주민이없는데그반대편쪽에는사람이있답니다。이쪽에？예，요앞에예정지에서는사람이없고그반대쪽에서는주민이살고있답니다。이섬의전체400명주민들은모두가반대하는입장이고당연히뭐그런지역의주민과스베테의주민과제따이요한따이知ってますか스베테ではないです스베테ではない아전부는아니랍니다아난퍼센트ぐらいが賛成賛成か反対かそうですねまあ8対2 8対2八対二が反対ですか？八が反対です。ここではね。はいはい。はい。80% 정도が반대를하고있답니다。그리고 20% は賛成ですか？あのね、難しいところですね。賛成の人もいる。でも、そこに入りたくない人もいる。どっちにも入りたくない人もいる。あ、20% 중에서는뭐찬성하는사람도있지만은그렇지않은사람도있고이렇게좀무관심한사람들을있다고합니다 20% 속에는여기까지만하죠뭐예자それはそれはどこでもそうだと思うんですけど極端にもう反対って表明できる人と作ろうって表明できる人とあんまり関わりたくないっていう人の割合ってやっぱり結構まあ韓国はすごいですよね極端にガンガンで分かれるけど日本の場合はそのどっちでもない人が多いんですよ。そうですか。だからそこを反対側と賛成側と対決することが知ったことがあります。昔はしょっちゅう。ああそうですね。今はどう？今はあのできるだけそこをこう分断をされるとやっぱりあの力が弱まるんで。はい。仲良くしようという努力をしてるんです。だからもう原発の話ではなくて、はい、島の未来とかをかみんなで考えないと、その上でいるかいらないかを話し合いにしましょうというようなスタンスを僕らは取りたい。저기이주민들그반대파하고찬성파들은옛날에는싸웠었는데지금은이섬의미래를위해서서로더생각하는쪽으로다가지금뭐이렇게의견을가지고있다고합니다예그러니까한국처럼뭐아주그강하게이렇게밀어붙여서반대를하거나그러지는않다고합니다예그래서しないと話し合いができない아그저기
서로들 그 대화는 하지 않고 있다는 믿어서 잘 하지 않는다고. 예. 한국의 사람みたいに, 뭐 전인가 표명できれば いいんですよ. 戦ってでも できるかもしれないけど, 日本の場合は そこに 巻き込まれたくない人の方が数が多いから厄介なんですよ。 都会の方とか特にね。 한국에서는 아주 그 한꺼번에 그 힘으로 다 밀어붙여서 이렇게 강하게 저항을 하는데 여기는 그렇지가 못하다고 그래서 뭐 이렇게 좀 뭐 부러우듯이 지금 얘기를 하고 계시는 겁니다 지금. 약간 難しいですね. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。